はい、業務連絡、業務連絡、浅尾アシストクラブ副会長渡辺達夫様、ステージまでお越しください。さて、長時間にわたってお送りしてまいりました第6回浅尾制限祭りも終了の時間が近づいてまいりました。選手の皆さんにご登壇いただきました。せっかくですので一言ずつ一番得意なスピーチをしていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。はい、それでは初めに車屋慎太郎選手お願いします。拍手。皆さん今日は一日ありがとうございました。キックターゲットがまさかトラウマになるとは思わなかったんですけど、全体を通して本当一日皆さんと一緒に楽しめたっていうのはとてもいい経験になりました。これからも、サッカーだけじゃなくてさまざまな面で支援やサポートをお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして中野義弘選手お願いします。今日は皆さんたくさんの人が来ていただき本当にありがとうございます。多くの方に楽しんでいただいて楽しんでいただくことができて本当に自分としても嬉しかったです。今度はゲームで楽しんでもらえるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして三好浩二選手お願いします。今日はありがとうございました。サッカー教室からキックターゲットもいろいろやらせてもらってとりあえずキックターゲット入ってよかったです。本当に普段サポートしていただいている皆様と、こうやって楽しく一日関われたことを、嬉しく思います。もっと、もっともっとこうやって関わる機会も多ければ自分も、はい、楽しいと思うのでぜひ浅尾とかにも足を運んでください。あとはプレーでもっと見せていきたいと思うので試合も見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、最後ですが板倉浩選手どうぞ。一日お疲れ様でした。ありがとうございました。自分的には美味しいものを食べて子供たちとサッカースクールをして、とにかく楽しい一日でした。これからも、フロンターレのことを応援してください。お願いします。あそこに可愛らしい、これ台本にないんですがあそこに2人可愛いマスコットがいますのでそのパフォーマンスで何か言ってください。どうぞ、私通訳します。じゃあ、はい。はい、ありがとうございます。なんて言っていいか分からない。今日は、みんなに来てもらってすごく嬉しいです。特にですね、クラブハウスが、工事でちょっと狭いんだけれども麻生区の方たち本当に近い方たちがたくさん来てくれたことが僕は嬉しい、私も嬉しいとそう申しておりますので、はい、そんな通訳でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは最後に川崎フロンターレ麻生アシストクラブ副会長渡辺達夫より閉会のご挨拶を申し上げます。はい、今ご紹介をいただきました浅尾アシストクラブの副会長の渡辺でございます。今日は大勢の皆さんにこのようにお集まりをいただきましてありがとうございます。第6回の浅尾制限祭りでございましたが先ほど司会の方からもお話しあったようにクラブハウスの建て替えのためちょっと狭い場所になりましたけど、まあ来年はまたガラッとこの状況が変わると思いますのでまた来年も楽しみにしていただければと思います。
なおこれからまだだんだん寒くなります。皆さんお体には十分気をつけて風邪などひかないように、また来年笑顔でお互いにお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。